皆さんこんにちは、エビカニと申します。今回はみんな大好きハードオフで通電しないというジャンク VR を買ってきました。その名もオキラスクエスト2。この VR はストレージ容量の大きさでスペック分けされているらしいのですが、お店でポップの写真を撮り忘れたためスペックは不明です。あの値札ってなぜか回収されちゃうんですよね。なんででしょうね。型番は見た目では判断できないと思われるので、無事に動くようになった時のお楽しみです。肝心の本体ですが、かなり綺麗です。本当に使われてたのかなっていうぐらい傷も汚れもありません。経験上こういった見た目が新品同様に綺麗なジャンクって直せないことが多いです。今回もそんな感じで嫌な予感が頭によぎります。ですがこれも経験上の話ですが、ハードオフによくある通電しないジャンクって意外にすんなり動くことが多いんですよね。過去にこういった通電しない症状のジャンク品を買ってますが、大体動いてます。今回もそんな感じでちゃっかり動くんじゃないかなと淡い期待を持ちつつ動作確認していきます。付属の AC アダプターを本体に接続します。充電ランプがつきません。やっぱりラッキーはそんな続きませんね。世の中そんなに甘くはありません。きちんと通電しないジャンク品だったようです。ここでふと気づいたんですが、レンズを覗くとロゴマークらしきものが一瞬映っては消えてを繰り返しています。全く通電してないわけではなさそうです。 AC アダプターがダメになってるんじゃないかなと思ったので、他の機器で充電できるか試してみましたが、問題はなさそうでした。今充電しているのは Amazon で買った充電式のエアダスターです。これを買ってから缶のエアダスターを買うことがなくなりました。風量も結構強くて、ホコリを飛ばしたり水洗いしたパーツを乾かすくらいなら余裕で使えます。かなり便利なので、持ってない人は買ってみてはいかがでしょうか。商品レビューの案件お待ちしております。冗談はさておき、ネットでこのクエスト2について調べていたら、工場出荷状態に戻すと改善したという記事を見かけたので、まずはこれを試してみます。電源ボタンと音量調節ボタンのマイナスを同時に長押しするとコマンドが表示されて初期化ができるようになるとのこと。しかし画面は先ほど同様ロゴが点滅しているだけです。うんともすんとも言わないので、これは効果がありませんでした。まあ電源が入ってないので当たり前ですよね。次に試したのは充電ケーブルを挿したまま1日放置するという方法です。バッテリーが放電してしまっているため、少しの時間ではバッテリーが生き返らないという記事を見かけました。内部の構造は詳しく分かりませんが、そんなことして本当に改善するか疑わしいですが、これで治ったという人がいるらしいので試してみます。それでは1日放置します。ちょうど24時間経ちましたが、やはり充電ランプはついていませんね。レンズを見てもロゴ点滅状態から変わっていません。これもダメでした。本体を触ると内部が暖かくなっていたので、サーマルカメラで確認してみました。人肌程度に暖かくなっています。バッテリーが完全に死んでしまっていても、発熱ってしましたっけ。どっちにしろ分解しないとダメかと思っていたところ、こんなコメントを発見しました。より強力な充電器が必要です。要するに付属の AC じゃなくて、もっと強力なアダプターを使ってバッテリーにムチ入れしろってことですかね。しかし私はそんな強力なアダプターは持っていません。持っているのは Apple 純正のものとか IQOS のものぐらいですね。ものは試しということで激安の電動に行って買ってきました。アンカー製の 65W の急速充電器と同じくアンカーのタイプ C ケーブルです。後々分かったことではありますが、任天堂スイッチの AC アダプターで充電したら動くようになったという人もいるみたいです。それでは先ほどと同様に充電して1日放置してみます。1日経過しましたが、やはり充電ランプが点灯することはありません。これはやっぱり内蔵バッテリーが完全に死んでるってことなんですかね。他にも装着して電源長押しするとうまくいきますよって言ってる人がいました。このコメントに対して評判は上々で、伝説、これはうまくいきました、ありがとうスメール人などなど、他にも無事に治った人がたくさんいたみたいですが、自分のものは治りませんでした。最後の望みをかけてアリエクスプレスで交換用のバッテリーを購入します。価
価格は税込みで3200円ほどでした。到着予定日まで2ヶ月以上かかるとのことなので、しばらく待ちになります。かなりの月日が経ちましたが、交換用のバッテリーは到着することがありませんでした。しかも2つの業者からそれぞれ同じバッテリーを購入したのに、どちらからも商品が送られてくることはありませんでした。完璧に詐欺られてしまいましたね。返金してもらうために紛争しておきます。やった。その話は今回は置いといて、半年ぶりに教えから出した VR ですが、今まで純正の AC アダプターや急速充電可能なアダプター、 Nintendo Switch のアダプター、 Apple の AC アダプターなど、いろいろな AC アダプターで充電を試しましたが、どれも改善はしませんでした。ですが、なんと Amazon で買った激安の安定化電源の USB 差し込み口から充電してみたら、なんとなんと2時間程度で充電が開始されたではありませんか。その時一緒に充電チェッカーを使いながら放置していたら充電することに成功しました。安定化電源で充電したことが良かったのか、充電チェッカーを使ったことが良かったのか、どちらが効果があったかは不明ですが、とにかく治りました。その後も数時間の使用と充電を繰り返しましたが、特に不具合はなさそうでした。完全復活です。思っていた以上に綺麗な画質でゲームをプレイすることができたことに驚きです。現在クエスト2の新型であるクエスト3が出ていますが、新型はさらに綺麗になってたりするんですかね。ただ一つ難点があるとすれば、 VR が体質に合わないです。めちゃくちゃ酔いました。酔うことが克服できれば、かなり没入感を感じながらゲームができそうです。ということで今回は通電しないオキュラスクエスト2を修理してみました。でもこれはさすがに修理とは言えないかもしれないですね。同じような症状のクエスト2を持っている人は、いろんな AC アダプタで充電してみることをお勧めします。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。さようなら。ちなみにこのクエスト2のスペックですが、 256GB の最上位モデルでした。かなりラッキーです。